3月5日、もう今週末なんですが、みそのビルにありますプラセボさんというバーで、官能小説を書いて読むというイベントをやります。私、栗田優希と室谷和美さんと緑ファンタさんの3名がですね、持ち時間15分を与えられ官能小説を書きました。それを読みます。なのでぜひ皆さん、いや官能小説ってとか思わずぜひ来てください。プラセボさんで19時からと21時からで、ワンドリンク付き1500円で見られます。よろしくお願いします。